武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は津田塾大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、国際関係学科と英文学科が、時間80分で大問が3題、で 文系数学ですね、1A2B の範囲となっています。数学情報科学科どちらも大問4題で、数学科は時間120分、情報科学科は時間100分の、で数3まで出るという形になっています。でまあ、問題の特徴としては記述論述が中心で、証明問題や図示問題がかなり多いので、まあ、国立の対策に近いものをやらなければいけないと思っておいた方がいいかなと思います。でレベル的にはまあ標準問題、まあ、プラスアルファあるかなぐらいの難易度、特にあの数学や情報科学科に関してはですね、があるかなと思います。ただ国際関係学科と英文学科もまあ割とちょっと難しいかなって感じはするので、まあ、私立向けの問題集をやるというよりは国立向けの記述論述の対策ができる問題集をやっておいた方がいいかと思います。まあ、そういう意味でレベル的にはマーチレベルのものをしっかりやった後に、追加で、まあ、キャンパスなどの、論述系の、まあ、国公立向けの参考書などを、やっておくと、かなりやりやすくなるかなと思います。で範囲に関しては微積、数列、ベクトル、などが、比較的出やすく、なっています。なのでまあ、特にその微積に関しては、図示するような問題も多いですし、また証明問題に関しては図形関連の問題とか整数関連の問題なども出やすくなっていますので、いわゆるその記述論述ちゃんとしないと説明ができないような、答えだけ出せばいいという問題、パターンを覚えればいいという問題より考えて解かなきゃいけない問題が多いという形ですね。なのでどうしてもそのパターン暗記をしているような形だと、与えられた問題に対して自分で考えるという力がなかなかつかないので、そこをやはり一問一問に対してじっくり考えて、与えられた条件からこういうふうに解いていけばいいんだなって考えて、それをちゃんと回答欄に起こすという作業をするという形ですね。なんとなくわかるとかではやっぱり点数にならないので、ちゃんと回答を作るという能力を鍛えるように心がけてみてください。以上が数学の勉強となります。